は今からちょっと現場の方をねまた行こうかなと思います。今から行く現場なんですけども、宝塚と西宮の際のところ教会のところなんですけども、まあ、工事預かってます。工事の内容なんですけども、まずお風呂ですね、タイルのお風呂からユニットバスに入れ替えると、和式便所ですね、和式便所から、こう座るタイプ洋式式の便器に変える工事ですね。で両方とももうタイルで、昔ながらの、まあ、トイレもタイルやしお風呂もタイルだったんですけども、あと給湯器がプロパンガスって、ガスでも都市ガスとかプロパンガスとかってあると思うんですけど、プロパンガスなんですその地域が。でプロパンガスの地域やから、ちょっとね、まあお住まいになられる方も、まあ、ちょっと高齢の方って言ったらあれですけど、なんでお一人様なんで、オール電化、ね、オール電化関西電力ね推奨してますね、オール電化。またちょっと概要欄に関西電力のまたバナー貼っときますけど、オール電化をにするために給湯器を、もう冷蔵庫みたいなでっかい給湯器ね、エコ給湯とかネオ給湯とかっていうのがあるんですけど、それを設置する工事、まあちょっと電気のこう配線をね容量を大きくしてあげる工事っていうような内容の工事を預かってます。はい、ではちょっと行きます。おはようございます。今日なんですけども、お客様の家、もうこれ空き家になるんですけども、リフォーム工事させていただいてます。でちょっとまだ全部できてないんですけども、今 おトイレとお風呂とちょっと工事やってます。でまあトイレの方ちょっと今から見に行くんですけど、たくさんちょっと入ってるんですけども、ちょっと動画回していこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、トイレのちょっと現場に来たんですけども、今ちょっと元々のちょっとトイレ見てもらいましょうか。今ねこんな感じなんです。まあ別に変哲もないんですけども、はい、これもか、トイレを小さかったやつをこう伸ばしてます。元々こう和弁やったのを洋弁にするためにちょっとこう伸ばしてます。伸ばすっていうのは どういうことですか。ね、元々ちょっとこれあの画像ちょっと悪いかもしれないですけど、もともとこういう和弁だったんですけども、この奥行きが1メーターちょっとしかなかったと。で今度洋弁を入れるのに1メーター20センチぐらい の寸法が必要なんで、トイレを伸ばしてます。でドアが前に出てきた、出てきてる、せり出してきたっていうことですね。はいはい。でちょっと中見て、まだちょっと途中なんですけども、もともとですけど、このラインまでしかトイレがなかった、このラインで。和弁やったら、まあちょっと変な話ですけど、こうやるから寸法なくてもいいんですけど、この洋弁になるとこうなりますよね、座るの。そうするとやっぱりちょっとはみ出てくる、トイレがこの辺に来るとした。なんで元々あった寸法から、まあ、大方30センチから40センチぐらい、これ今30センチぐらいなんですけども、これ30センチ、まあ、まあ大体今ちょっとスケールないけど40センチぐらい伸ばした。こっちの数もここまでやったら伸ばした。でこっちの壁もここまで伸ばした。で壁を作って元々の扉がつくようにリフォームして、仕上がった時にまた動画でこうアップさせていただきますんで、ビフォーアフターをぜひ見てください。はい、同じさっきのダクさんとの現場、同じ現場なんですけども、今お風呂をタイルのお風呂、元々タイルのお風呂だったんですけど、それを潰してですね、ユニットバスとかのマンションとかに入ってるプラスチックみたいな風呂ですねに交換します。今ちょうど今日タイミングが良くてユニットバスを組んでいく最中ですね。でこうやって壁とかも全部潰して断熱材を全部こうやって入れることで、まあ、寒くないように、まあ、した上でお風呂を組んでいくと。でちょうど今床の基礎を
あのつけたところです。で、あの赤いのとかあの青いのとかあれは何かって言ったら、あのあれお湯の配管、お湯が出る配管とお水が出る配管になります。それを新しく古いから入れ替えてやってます。で、あのここの2本来てるブニョンってなってるやつあるじゃないですか。あれは自動湯張りでボタンピュッと押したら自動でお湯が出てくる配管を事前にこうやって仕込むっていうんですけど、仕込んでます。事前準備してます。はい、ありがとうございました。先ほどお風呂の現場ね、お客様のところ、これ実はね、なんで今しゃべる、これごめんなさい、帰りなんですけど、まあおおむね工事の方は順調にいってまして、今日はお風呂組んでます。はい。でただちょっとやっぱお客さんちょっと今日その後来てくれはったんですね。お客さんが来てくれて、ちょっとまあなんていうか、ちょっと行き違いがあったというか、僕の説明が多分そこ悪かって、まあ、最後ちょっとお客様ご納得いただいたのかなとは思ってたんですけど、お風呂ユニットバス の扉の開き方みたいなのがあるんですけども、この開き方のなんていうか勝手というか、右ちょっと難しい、釣り元っていうのがあるんですけど、右釣り元、左釣り元とかってあるんですけども、基本、先ほど行かせてもらったお客さんの家のお風呂の形で行くと、お風呂を真正面に向い、入り口真正面に向いて、左側が釣り元になってて、その釣り元に対してこう折れていくっていう、ちょっと難しいんですけど、後でちょっと絵で、まあね、説明できたらと思うんですけども、いう風なものが一般的な、まあ、こうお風呂の扉の勝手っていうかね、扉の開け方のなんですけども、それを実はまあそれがまあスタンダードっていうか一般的なことなだったので、ちょっとこれご説明をせずにっていうか、まあそれ普通やろうと思って、ちょっとそのまま説明せずにちょっとお風呂、組み立ての、日を迎えて組み立ててる時にお客様が、あこれ違うよねとかっていう話になったんですけども、実はまあそもそもそういう開き方っていうのが普通っていうかスタンダードなんですけども、あそこはお客さん今住んでなくて、リフォームが終わったらまあ引っ越すんですけども、お客さんの今住んでおられるマンションなんですけども、そこは実はちょっと違う開き方をするらしくて、そういう開き方じゃないのっていうことでちょっとご指摘が入りましてね、でああそうですねって話になって、ちょっとまあ話し合いをちょっと重ねた、あそうだったのねっていうことでご理解を多分いただけたんちゃうかなと思うんですけども、まあやっぱりこう反省というか、やっぱりこう当たり前やろ、自分にとって当たり前なのはお客さんにとっては当たり前じゃないこともいっぱいあるし、僕らはプロなんで、説明をこう端折るというか省くことがあるんですけども、まあ、お客さんはやっぱり1から10までね、やっぱ説明してもらわないとわからないやなっていうのはちょっとこう身をもって感じた次第です。リフォームって基本的にもともと何もないものを、まあ、こう新しく作るとか入れ替えるとかなので、すごいイメージが湧きにくいまま契約するので、まあ、できる限りその一個一個、書面であったり、絵であったり、言葉であったりでやっぱりきっちり残して説明して納得していただいた上で、ちょっとまあリフォームをやっぱりしなあかんなっていうのをまあすごい感じた今回案件でした。は